どうもショータイムゴルフです。今日は第2回ショータイムカップということで、今回スポンサーしていただいた方はジロラマ制作会社の株式会社カーリアン様から、賞金をいただきました。本当にありがとうございます。ショータイムゴルフではこういうプロ同士の戦いのための賞金のスポンサー様を募集しております。翔太さんは GoPro を前のホールのティーグラウンドに忘れてきて、今走って取りに戻ってるので、竹内照樹をお送りします。でしょ、見えなかった。安全にいったね。あの辺ラフまで行きました。大丈夫？カジヤ選手、水の契約ですね。一応契約というよりは、クラブ使ってます。お世話になってますね。今はドライバーは MP。今は MP。ちょっと寄ってこないでもらっていいですか？あれ MP タイプ1。タイプ1。シャフトが？シャフトがディアマノのカイリ。カイリ。6。6X。6X。このふにゃふにゃドライバー。ふにゃふにゃ。やめて、あれよく打ってるよね。ほんとやめて。懐かしの帰りで伊藤翔吾選手、どういった？ちょっと左かな。やべ、カメラがこのバンカーですね。グリーンはここ。すぐ言い訳するからな。58番。はい、58番。戻ってきた。ナイス。何ヤード何番？68の52です。飛びますね。久しぶりだね。久しぶりじゃないよね。いや、会うのはね。違うよ、ラウンドするのはさ、いつぶり？2年ぐらい。2年ぐらい。あの時もなんか3年ぶりとかですよね。そうだね。経歴を、経歴、僕とは真逆の経歴を途中から歩んでいきました。経歴、経歴なんだ。高校、中学杉並学院で、高中高杉並学院、高校も杉並学院に上がりまして、高校も杉並学院に上がれまして、上がれまして、上がれまして、なんとか上がれまして、なんとか上がれまして、大学に進学いたしまして、大学進学いたしまして、山梨の学院さんに行きまして、行きまして、はい、お世話になりまして、お世話になりまして、はい、卒業して、しっかり卒業できました。何を使って卒業したの？何を使って何を使って、なんかいろいろ積んだ。いや、もう真面目に、真面目に、はい、卒業してから何してました？してからは、そこ俺知らないんだよね、あんまり。あ、その辺ずっとあってなかった。入ってなくて、所属してない。所属してなくて、自分でやってる感じです。自分で
自分で何をやってるんですか。キャディしたり。あ、キャディしたり、はい、まあ、まあ、ありがちなツアー出れない選手生活ですね。頑張らない半分ニートみたいな、ね、ほぼニートです。でもチャレンジの予選見事通過し、来週はこうなんで太平洋チャレンジですね。あの試合はあのアベマ TV ツアーの中でもギャラリーが一番多い試合なんで、僕も2年前出ましたけど、初めてのチャレンジが太平洋で、俺もあ、シュナ違う、もう出たことある。俺ない、初めて、そう、俺も初めてが太平洋だったの。あ、そうなの。こうなんで予選通っていきなりめっちゃギャラリー多くて、嘘、あのね、スタートホールを吐くほど緊張した。マジ？じゃあ俺吐く。吐いちゃうかもしれない。伊藤君面白いな。ここね、もう激ムズのところにボールが止まってますね。アンプレアブル。トップ。またバンカー。これです。やることなすこと。また。あ、これは大丈夫。カズヤのバーディーパット下り、下り8メートルぐらいかな。これ危ないな、1メートルぐらい動かしたな。テルクで、あ、バッ、あ、バーディパット。フック、5メートルフック。ちょっと弓が浅かったですね。伊藤君が。なんだだこれ。左内側ぐらいのスライス。ちょっと真ん中打っちゃったね今。出だしが真ん中でしたね今。ワンオーバー、ツーオーバー。さあ。92ヤード。鉄塔狙いです。鉄塔、真ん中の鉄塔。ちょっと右ぐらい、ユーティリティか、19度も。うん、鉄塔まっすぐ。170ぐらい。150ぐらいかな。6番ピンは右奥です。もう左行ったな。弱い。
いいとこまで来てますね。もう120ぐらいかな、ピン奥なんで。簡単。いやこれはうまいぞ、ピン真っ白。テルキですね、テルキ。ピンはこっち。これもね、段の上なんで、この距離だったら段の上に直接キャリーしてスピンをかけて止めていきたいですね。うまい、うん、そこからだったらうまいっす。伊藤くんです。伊藤くんがバーディーパットですね。やっとパー、ナイスパー。カジヤがギリ止まってましたね。これもまあ難しいラインでもないので、よし、よ、ナイスパーです。いやボギー、ワンオーバー、スリーオーバー、ナインオーバー。ちょっといつも通り。伊藤くん2打目200ヤードぐらい。食べながら取らない。どこ行った？左のバンカーですね。うまい、ナイス。何度？101の52度。ちょっと左巻いてる。グリーン外した？
全力で飛び込む。3打目うまっ。おいしい。ナイスさん、お願いします。4打目イージーアプローチです。これはあーカップ動いたな今のは。ボールじゃダメなの？バーディーパットこれ。はい。お。なんすかそのマグレみたいにマグレなんですけど。初めてのバーディーチャンスらしいチャンス。くー。切れた。こうやってやるんですよね。パターか何から。ミストライ。すべて。オッケーでいいっすか。え？ダメ？危うい。80センチぐらいなんで。危ない。ナイスパー。フックですね。2メートルぐらいフック。うん、まあ今のメルトカップ外さなきゃいけないぐらい切れますね。うん、いいとこ出た。ナイス。ナイスイーグル。ワンアンダー。スリーオーバー。ナインオーバー。スリーオーバー。テレクスリーオーバー。その他。今回スポンサーしてくださった株式会社カーリアン様、誠にありがとうございます。この動画が良かったと思った方は、高評価と。チャンネル登録をお願いします。はい。